今日は本州最南端、和歌山県串本のグラスワールドでダイビングしてきたよ。グラスワールド、ガラスのように透明な世界という感じかな。アボカドダイビングチャンネル。串本で一番水族館のような感じするポイントっていう人もいる。備前、住先に並ぶ人気のポイントだよな。けど、今日は水族館のような海を探検するんじゃなくて、亀を探しに行ったんだ。そしたら、結構簡単に見つかったんだな。そうそう、もちろんガイドさんが見つけたんだけどね。これだけダイバーに囲まれてるのに気にしてる感じないな。食事に夢中だ。絶滅危惧種っていう意識が低いぞ。確かに、自然界でこんなに無防備で生き延びていけるんだな。本当だよ、こんなにアップになって写ってていいの。天敵が少ないんだろ。たまに海底で無防備に寝てるの見るもんな。ま、じっくり観察できたからいっか。てんてにゃっこ、これ、大きいな。一匹だけ大きい。奥にはミサダイが群れてる。他にもアオブダイとか、海藻イーターの集団だ。アオブダイとかミサダイは雑食なんだよ。アオブダイなんて、貝を噛み砕けるぐらいの大きな歯があるんだ。右の方にブダイもいる。迷彩柄で、全然綺麗じゃないけど、この景色には溶け込んでる。本当に、じっとしてたら気づかないかも。もう少し、深いところにも行ったよ。何かいるな、なんだろう。ニシキフウライウオのペア。生息域が広いから、いろんなところで見ることできるんだけど、擬態がうまいから、見つけると嬉しいよね。自分じゃ、見つけることできないけどな。ガイドさんが、これ、ここにいるって言ってても見つからないからな。まあ、そうだね。それはそうと、最後は、花シャコ、だと思う。何もいないじゃん。どこにいる？ここにいるよー。バルタン星人みたいだ。目がギョロギョロしてて可愛くない？可愛いの定義ってなんだっけ？定義なんて知らない。そんなしょうもないことに悩んでいるうちに終わっちゃうよ。そうだな。そんなこと悩んでも仕方ないな。吹っ切れたみたいだね。花シャコも隠れちゃったし。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。